ガイローズはアメリカ合衆国の印象派の画家であるカリフォルニア州のサンガブリエルで上院議員を務めたレオナード・ローズの息子に生まれた少年時代に家族から誤って撃たれて顔を負傷し療養中に絵を描いて過ごした1884年に高校を卒業した後サンフランシスコの美術学校でバージル・ウィリアムス、ウォーレン・ローリングス、エミール・カールセンに学んだ 美術学校では優秀な成績を収め学内のコンテストで多くの賞を受賞した。1888年9月にパリのアカデミー・ジュリアンに入学し、バンジャマン・コンスタン、ル・フェーブル、アンリ・ルシアン・ドゥセ、ジャン・ポール・ローランスに学んだ。1890年から何度かサロンド・パリに出展した。アメリカに帰国した後、1890年代にニューヨークにしばらく住み、 雑誌社の仕事をしたが、1899年に、再び、フランスに渡り、妻のエテルローズとノルマンディーのジベルニーに小さな家を、買った。当時ジベルニーには、クロードモネの屋敷もあり、多くのアメリカ人芸術家も集まって活動していた。当初、パリなどで活動したが、1904年から1912年の間、ジベルニーで制作するようになり、モネと交流し、 モネに影響を受けたスタイルで描くようになった。1913年にアメリカに戻り、ロードアイランドで過ごした後、1914年からロサンジェルスに定住した。太平洋岸の街カーメルバイザシーなどの風景を描いた。パサデナの美術学校、スティクニー、メモリアルスクールオブアートで教師としても働いた。ありがとうございます。